新潟県佐渡市で包丁された国の天然記念物、トキのペアの巣で産卵が確認されました。自然界での産卵は31年ぶりだということです。環境省によりますと、産卵が確認されたのは3歳のオスと1歳のメスのペアで、2個の卵が巣で温められているということです。先月28日、このペアは産卵した際に見られる、 交互に巣を守る行動が確認されたため、環境省が調査を続けてきました。日本の野生の時の産卵は1979年以来31年ぶりだということです。